石垣海上保安部が入居する石垣港湾合同庁舎石垣海上保安部は沖縄県石垣市にある海上保安庁第11管区海上保安本部の海上保安部である。日本最南端に位置する海上保安部で八重山列島を管轄している。担任水域は南北約3 3 0トル東西約4 3 0トルに及び中国及び 台湾と国境を接している。定員689人を要する全国で最大規模の海上保安部である。管轄区域内にある尖閣諸島三島が国有化された2012年9月以降、中国交戦の徘徊、領海侵入が常態化しているため、尖閣領海警備戦術体制が整備され、2016年2月24日の国が見潟巡視船二隻の収益をもって、 尖閣領海警備専従体制が完成。これに並行して、石垣港での軽流施設の整備も2015年度内に完成し、4月16日には完成披露式、及び浜崎三橋テープカット渡り染めが行われた。さらに2021年度には、海上保安庁で最大級のヘリコプター搭載型巡視船である式、島型巡視船の配備が予定されている。 なお、同じく、石垣市に所在する石垣航空基地は、石垣海上保安部の下部組織ではなく、第11管区海上保安本部に直属する、組織である。魚鶴島近海を航行する PS11、水木石垣港に停泊する尖閣領海警備、先従順視船脚中のない選定については、石垣海上保安部、第11管区海上保安本部のウェブサイトを参照。 ありがとうございます。